皆さんこんにちは。僕はですね、台湾の台北に来ております。台北を代表する観光地、台北101です。これ下に流れてるから動いてるように見えるよね。え、わからん？俺だけ？え、慣れへん？え、この上立ったらなんかすごい地面が動いてるように、気のせいかな、寄ってんかな。はい、ということで台北101なんですけども、あ、ちょうどあっこに見えるのがね、松山空港、ソンシャン空港ですね。台北の中心地の空港、桃園ではありません。 JAL とか ANA で羽田空港から乗ると基本的にここに着陸します。なのでソンシャンに着くと街が本当に近いんで便利なんですよね。なんか松山空港ってなんか上海本町とプートンばっかだよね。そう、あと羽田とね、本当にもう銀浦と仁川の関係みたいな感じかな。すごいね、いい感じの景色。上上がってくるのに2500円ぐらいかかるんですけども、台北来てここに来ないっていうのはなかなかね、もったいなすぎると思うんで、ぜひ台北101来てみてください。台北のすぐ街の横にはね、大きく山がそびえ立ってるんですよね。台湾結構周り、台湾のこの国の周辺は街なんですけども、中心地に行けば行こうとね、山になってます。なので雰囲気で行くと四国とかだとなんか若干似てますよね。4方向360度から景色を楽しむことができるこの台北101、ぜひ来てみてください。今この台北101のところに世界貿易センターですね、ワールドトレードセンター、ここからこの赤色の路線 R 線を使いまして、この台北のメインステーションの方まで移動、ここから新幹線に乗り換えます。途中駅なんですけどもね、ここ台北の中央駅にやってきました。日本でいうところの新大阪みたいなところかな。この HSR っていうのが台湾の高速鉄道になります。で、日本と同じような感じで自動券売機があるので、これでね、切符買います。買い方はね、非常に簡単、いろいろね、買い方はあるんですけども、これイングリッシュにしてもらって、これ自由席ね、指定席で、これはリザーブドシートで OK、 ワンウェイ、片道往復で、デパーチャーステーション台北ね、で、今回は終点まで乗ります。大人1名確認で、こんな感じでいろいろと出ます。スタンダードが普通車指定席で、ビジネスがグリーン車になります。で、今回はこの16時31分の145列車かな、これの普通車に乗ることになってます。片道1490台湾ドルなんで、だいたい4倍するとね、日本円になります。6000円ぐらいですかね。1時間半乗って6000円ぐらいなんで、日本と比べると安いですよね。で、なんかこういう会員制度とかもあるみたいです。ノンメンバーです。クレジットカード、デビットカード、ユニオンペイが使えます。今いるのがね、キャッシュレス専用の端末なんで現金使えません。現金使いたいんだったら窓口で買う必要があるのかな。これで買えます。切符購入完了したんですけども、結局ね、自分で好きな座席選ぶことはできなかったんですよ。勝手に振り分けるスタイルだったんで、自由席にしました。自由って書いてますよね。で、45台湾ドル安かったんで、だいたい200円ぐらいかな、自由席の方が安いです。指定席にすることによって200円高くなります。日本だと、指定席料金っていうのは、そんなに高くないじゃないですか。日本と本当この辺も、ね、似てますね。なので今回は普通車の自由席で終点まで乗ります。さっきのところが乗り換え改札みたいなところだったんですけども、一回地上に上がりまして、メインの駅舎を見に来ました。これが台北の駅になります。台湾高速鉄道の始発駅の一つ隣になりますね。でもメインの駅はここ、おそらく一番利用者が多いのもこの台北駅です。そろそろ列車も入ってくるんで、そろそろね、ホームに行こうと思うんですが、こんな感じでね、ファミリーマートがあったり、日本の新幹線駅と同じような感じですね。売店、お弁当とかもね、売ってたりしますし、有名どころのチェーン店はね、駅の中に揃ってます。ちなみになんですけどもね、ここ窓口の切符売り場なんですけども、グリーン車に相当するビジネスクラスとか乗る場合は優先レーンがあるみたいです。あとは障害者用の方のレーンだったり、お年寄りの方のレーンとかもね、用意してるみたいで、こういうのはあんま日本だと見られないんでね、日本らしくないようなところですね。ぜひね、メインホールの方まで来ることをお勧めします。めっちゃかっこよくないですか、これ。台北のメインステーション、こういうね、天井が高い駅とか空港、僕めちゃくちゃ好きなんで、こういうの見るだけでちょっとテンション上がりますね。もう窓口もね、いっぱいあるし、日本みたいに混んでないんで、すぐに切符買えます。ではそろそろホームに行くんですが、高速列車は、これ一番右のやつですね。今回乗るのはこの16時31分発です。
145列車、これ速達型になってます。途中でこの21分発の661列車を、ね、追い抜くんですよね。まあ、光号をのぞみ号で追い抜くみたいな感じです。自動改札の前に来ております。で今回乗るのは下のやつですね。16時31分発、あ、変わりましたね。途中停車駅が板橋と台中、この2つだけです。自由席は10号車から12号車です。では改札越えてね、中に入ります。もう普通に日本と同じです。切符入れて入るだけです。自由席が10号車から12号車なんですよね。で、まあ、列見てもらうと分かる通り結構混んでます。でも今回乗るのが速達型ということで余計混んでるのかもしれませんが、駅の構造はこんな感じ、地下駅みたいな感じで奥に列車走ってますけども、あれは普通の国鉄の普通列車とかですね。ずっと横並びでホームが続きます。まあ、日本だとあんまないですよね。まあ、博多駅と雰囲気は似てるかな。まあ、あっちは地上ですけども。で、3両なんです、自由席が。日本と同じ。日本ものぞみ1号車から3号車が自由席ですよね。グリーン車はね、確か1両しか連結されてなかったはずです。まあ、とりあえず、これ並んで座れたらラッキー程度で考えるしかないですね。新幹線 700T が到着します。隣駅が始発駅なんで今は空いてるでしょうけども、台北から満席になるでしょう。6号車がグリーン車ですね。まあ、そういったところも東海道新幹線の地を引き継いでます。あっちは16両なんでグリーン車真ん中にあるじゃないですか。 700T は12両です。今は自由席空いてますが座れるかちょっと微妙ですね。日本と同じ普通車に関しては2プラス3のシート配置です。増員行き、まあ、高尾の新幹線駅になります。まあ、新大阪と大阪のような関係性では、ちょっと座れることを祈って乗っていきます。いや、こう見るとね、本当かっこいいですよね。新幹線車両はもう JR 東海と JR 西日本の血がね入ってますから、台湾でこの顔をした車両に乗ることができます。というわけで車内に入りました。なんとかね座席確保することができました。2プラス3のシート配置、3人掛けの通路側ですね。もうぎっしり埋まってましたからね。まあさすがに台北の需要というのはかなり大きいみたいで、本数もね少なくはないんですよ。かなり本数多いんですけども、でシートピッチなんですけども、日本の新幹線と同じくかなり広々しています。普通車でも十分快適。普通車は700系と同じくコンセントというのが設置されていません。グリーン車は確かコンセントの設置があったはずです。安全のしおりみたいなやつがね入ってるんですよ、飛行機でいうところの。では今台北、ちょっとこれね地図が逆になってるんですけども、今台湾の北側にいるんですが、今からね台湾を南下していきます。オレンジの路線が台湾の高速鉄道になります。今回は1時間と少しの乗車で終点の増員に到着です。さっき座ってたシートがプライオリティシート優先席だったんですよね。なので一応どいたんですけども、今板橋に停車中です。もう完全に座席なくなりまして、立ち客が出てる状態ですね。毎日多分今日土平日ですからね、平日でこれなんでちょっと混雑率半端ないですね。かなり多くの人に利用してもらってるって感じ。なんか正直12両だと足りない気がします。はい、この音まで一緒ですね、日本の新幹線と。板橋を出発、次の停車駅は台中です。日本と違うのはこういうところですよね。自動扉なんですけどもボタン式です。板橋駅まではずっと地下区間を走行していたんですけども、そこから先地上に上がりまして外の景色楽しむことができます。
まあ、日本で例えると東北新幹線で上野駅出た後地上に上がるじゃないですか、まあ、それと同じような感じです。まあ、地下の区間も走行するんですよね。板橋から先がいよいよ新幹線の本気を出す区間になります。お、ちょうど在来線と立体交差。まだ実は台湾滞在中に台湾唯一の夜行列車とかにも乗ったりするので、在来線もまたその時に紹介しますけども、まあ、とりあえず今乗ってるこの台湾高速鉄道に関してはそんなに駅数もないですしね、非常に単純です。まあ、正直途中駅から乗るんだったら自由席よりね指定席を抑えておいた方がいいと思います。200円ぐらいの差額なんで。高速走行時の走行音とかも本当に日本の東海道新幹線乗ってる時ともう全くと言っていいぐらい同じですね。まあ、この台湾高速鉄道、旅客用として使われている車両は700系ベースなんですけども、業務用車両としては JR 西日本だったり JR 東日本からもね車両が送られてこっちで使われてます。入れ替え車両とかね。ちなみになんですけども、車内販売もあんな感じでやってくれてます。ワゴンの中見てみるとお菓子とかねそういったのがありましたね。お弁当とかそういったのは車内販売ではありません。グリーン車とかに乗るとねグリーンサービスとかもあったりするんですけども、それまたちょっと次回の動画で紹介します。今ね一本列車を降りたんですけども、分かりましたかね、壁があったじゃないですか。あの壁をね設置することによりその列車が通過した時に列車に止まってる列車に対する衝撃を多分和らげるんでしょうね。日本だとああいうのってあんま見かけないですよね。東海道山陽新幹線には少なくともなかったはずです。よく小玉号とかに乗って東海道新幹線移動してるときに列車が通過するとね、そのね風の影響を受けて車両がちょっと揺れたりするじゃないですか。あの壁があることによっておそらくそれをね軽減させることができてるんだと思います。まあ、最近は L700S とかはあの衝撃もねかなり軽減させるような車両構造になってるんですけどもね。台中駅を出発です。もう次は終点ですからね。台中でだいぶ下車されました。お客さん入れ替わったって感じかな。まあ、さっきまでは立ち客もかなり出てましたけども、台中からはまあ全員なんとか座れるって感じです。でまだあと40分ぐらいありますからね。北から南への移動で今ちょうど真ん中にいるって感じですね。台湾もやっぱり黄砂の影響とかもかなりあるんですかね。もう遠く見渡すのが結構きついような感じです。曇ってます。可愛らしいですねこういうのも。ああ車内マナーを良くしましょうみたいな広告かな。デッキのトイレの部分見てるんですけども、トイレこんな感じですね。まあ、東海道新幹線 L700M もそうですけども、やっぱビジネスカラーが結構強いんで、まあ、東の新幹線とかと比べて、まあ、結構シンプルなデザイン多いじゃないですか。
それがこの 700T にもそのまま継承されていまして、まあ、こんな感じ、もうグレー一色で染まってるって感じですね。男女兼用のトイレと男性用のトイレもね、奥にあったりします。今また駅通過しますが、しっかりと壁がありますね。もう日が沈もうとしている頃合いです。だいぶもやっとして見えてると思うんですけども、まあ、黄砂とかの影響でしょうね。まあ、台湾高速鉄道も延伸の計画とかっていうのはあるんですけども、まだ延伸された実績っていうのはありません。まあ、今後ね、また N700S とかも導入されることになるわけですけども、非常に楽しみですね。まあ、後継の車両をね、どうするかっていうのはいろいろと揉めてたんですよ。というのもやっぱ日本の車両かなり高額なんでいろいろあったんですけども、結局 JR 東海の N700S を導入するってことを台湾国鉄は決め、台湾高速鉄道はね、決めてくれたみたいです。あとだいたい20分ぐらいで終点に到着なんですよね。で、日本の新幹線だとあまり見られないんですけども、まあ、台湾もかなり治安自体はね、いいんですよ。ただ今台湾新幹線一人で乗ってる方の様子を見てるとね、トイレ行くときは必ず全ての荷物を持って行ってますね。まあ、日本だと自分の席に置いて一人で乗ってる場合でもトイレ行ったりすること多いと思うんですけども、まあ、やっぱり一応ここは海外なんで、まあ、盗難とかにはね、注意する必要があります。まあ、でも一応ね、遮断には荷物スペースとかもあったりするんですけどもね、まあ、台湾は大丈夫だと思いますけども、まあ、念には念をって感じですね。余談なんですけども、実は日本の映画で藁の盾っていう映画があるんですよね。まあ、簡単にどんな映画かというと、犯罪者を護送するっていう映画なんですけども、でその時に使われた新幹線がこの台湾新幹線なんですよ。で、台湾新幹線もろに使ってね、まあ、結構かなり長い時間台湾新幹線の映像っていうのがね、日本の新幹線として藁の盾では流れてます。まあちょっと違和感あるんですよ。日本の設定なんで、設定は全て日本なんですけども、発せる車両とか見るとね、この台湾新幹線のカラーなんで、まあ、もし興味ある方いたらね、ぜひ藁の盾っていう映画見てみてください。まあ、結構刺激的な映画です。今列車ちょうどね、台南駅を通過したところです。最後の通過駅ですね。今一瞬黄色い車両見えたと思いますけども、ああいう業務用の車両、今のもね、もしかしたら元々は日本で使われていた車両の可能性もあります。あとね、10分ぐらいで終点に到着です。台湾に関しては、台湾の西部にはね、まあ、こうやって高速鉄道とかも発達してるんですけども、台湾の東側の方に関しては特に高速鉄道とかはなくて、普通に国鉄しかないんですよね。なので結構移動にも時間がかかったりします。まあ、人のね、人口とかも考えると、まあ、それも仕方ないことなんですけども、2007年から台湾高速鉄道というのは走り出して、まあ、2023年なんで、もう今年16年目ですね。で、もちろん日本人も使える乗り放題チケットとかもね、売ってたりするので、まあ、単純に台北と往復するんだったら乗り放題チケットとか買った方が安い場合とかっていうのもあります。まあ、その辺は詳しくはね、台湾高速鉄道の公式サイトで確認していただけたらと思います。台湾国鉄の線路とも並行しながら、列車は終点の増員に到着です。高雄の町へは MRT を使って少し移動することになります。これ出口反対側で左側の扉が開きそうです。
奥にも止まってますね。この駅はホームドアはありません。台北駅を出発して1時間と30分、終点の増員に到着です。まあ、今回速達タイプだったということで1時間半で来れましたけども、遅いタイプとかだったら2時間ぐらい、ね、かかります。まあ、どうせ乗るんだったらね、駅とか通過してくれる速達タイプ乗る方をね、おすすめしますね。はい、ということで台湾新幹線 700T 非常に快適な車両ですし、700系新幹線をね、こんだけたくさん見ることができるのはもう台湾新幹線しかないですからね。まあ、JR 西日本は今でも700系レールスター山陽新幹線で走らせてますけども、700系レールスターもかなり数減ってきてるじゃないですか。700系好きにはたまらないこの光景、3本並んでますからね横に。まあ、正直日本では700系のラストっていうのはコロナと重なった関係でラストランが、ね、取りやめになったりと、まあ、正直残念だったと思うんですけども、まあ、台湾新幹線のこの 700T はね、最後優秀の美を飾れるように、まあ、最後まで活躍し続けてほしいなと思います。まあ、L700S が2027年から導入される、それもそれでまた楽しみなんですけども、まあ、それまではね、700系をね、楽しめばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回この辺で終わります。今回ね、普通車紹介しましたけども、帰りはね、グリーン車乗ります。まあ明日ですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。